ピルバラクラトンとは、現在は、オーストラリア大陸の西部に存在し、この大陸の近くの一部を形成しているクラトンの一つである。行政単位で言うと、ピルバラクラトンは、西オーストラリア州の北部の一部の近くを形成している。オーストラリアの生物地理学的暫定地域区分におけるピルバラの範囲、ピルバラクラトンのおおよその位置と重なるが、 範囲が一致するものではない。ピルバラクラトンは非常に古くから安定して存在しているクラトンとして知られている。太古代に属する今から36億年前に形成された、遅くとも27億年前までには形成されたクラトンである。このクラトンはグリーンストンベルトと呼ばれる岩石群からなり、変成度の低い玄武岩が野外では緑色に見える。 こと玄武岩と体積岩からなる地質体が帯状に分布していることからこの名がありその地層は貝からワラウナ総群ゴルジクリーク総群フィムクリーク総群に分かれてピルバラ超層群と呼ばれているこの時代の地球の近くが現存している例は珍しくそのような場所はこのピルバラクラトンの他は現在のアフリカ大陸の南部に存在する カープバールクラトン以外に知られていない。なお、この二つのクラトンは、かつてバールバラ大陸やウル大陸を形成していたと、される。そして、この二つのクラトンには、共通点がいくつも確認されていることで知られており、バールバラ大陸が存在していた時代には、両者が連続していたのではないかとも言われている。川上晋一、東場文治、図解入門最新地球史がよくわかる本、本 第2版集話システム2009年186ページありがとうございます。